笠子さんへの質問コーナーということで、本日の質問ですけれども、視力はいくつですかという質問ですね。どうでもよく僕の視力気になりますかねって、気になるのであれば直接聞いて答えればそれで済む問題だと思うんですけど、あえて聞いてくるということに何か意図があるんでしょうかね、この方ね。視力は多分 0.1 ないぐらいだと思います。その答えで満足するんでしょうか。ちなみにもう話を引っ張るのであれば、中学校1年ぐらいまでは僕は両目とも 1.5 で非常に目が良かったんですけれども、中学校2年生ぐらいになって急に 0.8 になり、中3ぐらいで多分 0.4 とかぐらいになり、もう高校になって、もう眼鏡をかけるというぐらいの視力に落ちたんですけれども、一応建前上はですね、受験勉強を頑張ったために、目が悪くなったということにしてるんですけれども、多分、目が悪くなったのはファミコンに夢中になったからだと、思います。視力はいくつですかと質問した方の何の意図があってこの質問をしたのか、ちょっと、ぜひ逆に僕が聞きたいと思っております。